しつけがなってるんだよ。時間食っちまった。いやあ、カズマ君。毎度ありがとう。またよろしくお願いします。もしもし、今朝筑前に絵と作ったけど。せやがって。しばらく寝てろ。あ、ん？お前は確かポケサーファイターの息子のサキトだよ。 My name is サキト。すまん、そうだったな。サキトはここで何をしていたんだ？英語教室が始まるまでまだ少し時間があるからぼーっとしてたんだ。そうか。そういえばサキトはいくつなんだ？8 years old。 8というと8歳か。その年で英語で喋れるなんてサキトは偉いな。そんなことない、普通だよ。それに本当は英語なんてやりたくないし。そうなのか。うん、毎日英語の授業があるからうんざりだよ。カズマおじさんは僕くらいの頃どんな感じだったの？お前ほど勉強はしてなかったな。そうなんだ、いいな。そうだ、お前の親父とよく遊んだもんだぜ。こっちは大人になってからだけどな。そういえばカズマおじさんはダディと友達なんだよね？ああそうだ、あいつとはよくポケットサーキットで遊んでいたぞ。昔あいつは
ポケサーファイターだったからな。ポケサーファイター？ダディは昔何をしていたの？ん？ポケサーのことを親父から聞いたことないか？僕、ダディとはあんまり喋っちゃいけないんだ。喋っちゃいけない？どうしてた？ダディと話すと悪影響が出るからってマミーが。マミーというとファイターの奥さんか。この前会った時もファイターにきつく当たっていたな。親父とおふくろさんはあまり仲良くないのか？わかんない。昔東京に住んでた頃はそんなことなかったらしいんだけど、こっちに来てからはマミー怖くなっちゃったんだ。ダディと僕が話してると機嫌が悪くなるし、ダディの昔の話とか聞いたらすごく怒るんだ。そうなのか。さっきとお前親父ともっと仲良くなりたいんだな。うん、もっとダディといろいろな話したい。一緒に住んでるのに僕ダディのこと何も知らない。こんなので親子って言えるのかな？なるほどな。わかった。本人から聞けないなら俺がお前の親父について教えてやるよ。え？本当？いいの？ああ、昔のポケサー仲間のヨシミだ。何でも聞いてくれていいぞ。やったー！ Thank you、カズマおじさん。でもそのポケサーっていうの一体何なの？そうか、まずはそこからか。ポケサーがどういうものかというと、そうだな、小さい車でパーツがいっぱいあってだな。いや、こういうのは言葉で説明するより実物で遊んでみた方が早いかもしれん。だがこの時代にポケサーなんてどこに売ってるんだ？そうだ、サキト、お前の家のどこかに小さい車のおもちゃはないか？小さい車？ないと思う。あ、でも車の絵が描かれた小さな箱なら倉庫にあったような気がするよ。多分それがポケサーの箱だ。サキト、それを持ってきてくれないか？うん、わかった。すぐ取ってくる。しばらくしたらまたここに集合しよう。ああ、おふくろさんに見つからないようにな。はーい。いらっしゃい。
うまいな。さ、行くか。ありがとうよ。